皆さんこんにちは。配当予定チャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回も長期間にわたって配当金を減らしていない非減配の銘柄を紹介していきます。注目されることの少ない非減配の銘柄にも良いものがたくさんあります。今回は非減配を実現している銘柄の中で自己資本比率が高めの借金の割合が低い財務が健全なものを取り上げます。ぜひ最後までご視聴ください。 今回、利回りの計算で使う株価は2021年5月25日火曜日の割値を使います。それでは自己資本比率の低い銘柄から順番にいきます。4021の日産化学工業。1887年創業の歴史ある会社です。今は液晶ディスプレイなどに使われる材料や農薬などを手掛けています。授業内容は化学品、 機能性材料農業化学品医薬品卸売その他となっています売上が多いのは機能性材料で全体の28%を占めています利益率が高いのは農業化学品で30%です最近の高値は1月4日の6470円です現在は高値からマイナス11%マイナス710円の5760円となっています 安値は5月17日の5530円で安値から見るとプラス4% 230円上がっている状況です財務についてはとても安心できる自己資本比率75%流動比率267%となっています営業キャッシュフローマージン比率はかなり優秀と言える19.1%です利益率もかなり良くて営業利益率20.3% 純利益率16%となっていますそして ROE16.8% ROE12.6% RO、e、とお金を稼ぐ力もかなり高いです前年の配当金は104円で配当成功が45%でした今回の予想は108円で利回りが1.9%となっています1994年の5円から2021年の104円まで 二十八年連続の非減廃です。さらに、二千十二年の二十四円から、九年連続の連続増廃となっています。二千二十二年に予想通り、百八円となれば、二十九年連続の非減廃、そして十年連続の増廃となります。株主優待はありません。配当利回りの一点九パーセントが、総合利回りとなります。 6454の MAX。ホッチキスで MAX の針は有名です。その他にも建築関係の釘打ち機でもトップ級です。事業内容はオフィス機器、インダストリアル機器、HCR 機器、その他となっています。売上が多いのはインダストリアル機器で全体の65%を占めています。利益率が高いのはオフィス機器で22%です。 最近の高値は3月19日の1739円です。現在は高値からマイナス4%、マイナス70円の1669円となっています。安値は1月4日の1401円で、安値から見るとプラス19%、268円上がっている状況です。財務についてはとても安心できる状況で、自己資本比率77%、流動比率400%となっています。 営業キャッシュフローマージン比率は優秀と言える13.7%です利益率も良くて営業利益率10.4%純利益率8%となっていますそして ROE6.6%ROE5% とお金を稼ぐ力はバッチリと言えます利益率が高く素晴らしいのですがそもそもの売上の割合が低いのが残念です 前年の配当金は48円で、配当成功が44%でした。今回の予想は50円で、利回りが3%となっています。1991年の配当金が10.2円で、2021年の48円まで30年以上減配していません。 2022年の予想通り50円であれば、非減配の記録を伸ばすだけでなく、4年連続の増配ということになります。株主集体はありません。配当利回りの3%が総合利回りとなります。4272の日本火薬、抗がん剤が中心の医薬や半導体に欠かせない化学品を扱っています。事業内容は、機能化学品、医薬、セーフティーシステム、その他、 化学品、繊維、不動産その他となっています。売上が多いのは機能化学品で全体の41%を占めています。利益率が高いのは不動産その他で26%です。最近の高値は3月23日の1155円です。現在は高値からマイナス9%、マイナス19円の1046円となっています。 安値は一月五日の九百三十円で、安値から見るとプラス十二パーセント、百十六円上がっている状況です。財務については、とても安心できる状況で、自己資本比率七十七パーセント、流動比率四百十八パーセントとなっています。営業キャッシュフローマージン比率は十四点一パーセントと優秀と言えるレベルです。利益率も良くて、営業利益率八点八パーセント、純利益率。 7.3%となっていますそして ROE5.5% ROA4.3%、e、RO とお金を稼ぐ力はまずまずといった感じです利益率はいいのですが売上の割合がちょっと低めです前年の配当金は30円で配当成功が41%でした今回の予想は30円で利回りが2.9%となっています1990年の配当金は 七点五円で、二千二十年の三十円まで、三十年、三十年以上減廃していません。ちなみに、二千十六年から二千二十年までは、三十円です。二千二十一年の予想も同額の三十円で、非減廃の記録を伸ばす見込みです。株の優待はありません。配当利回りの二点九パーセントが、総合利回りとなります。四五零七の塩野義製薬。 エイズの薬が有名ですが、他にも感染症や神経関係の薬なども手掛けています。抗うつ剤や抗インフルエンザウイルスの薬なんかが中心です。事業内容は、医薬品、医薬品関連、その他となっています。売上が多いのは、医薬品、医薬品関連で、全体の九十九パーセントを占めています。最近の高値は、二月十六日の六千百七十円です。 現在は高値からマイナス8%マイナス509円の5661円となっています。安値は3月5日の5372円で安値から見るとプラス 5%289 円上がっている状況です。財務についてはかなり安心できる自己資本比率85%、流動比率555%となっています。営業キャッシュフローマージン比率は かなり優秀と言える36.7%です利益率もずば抜けて良くて営業利益率39.5%純利益率37.6%となっていますそして ROE13.2% ROA11.2%、e、とお金を稼ぐ力もかなり高いです売上の割合はそこまで高くないのですが利益率がとても高いのでしっかり稼げている状況です 前年の配当金は108円で配当成功が29%でした今回の予想は110円で利回りが1.9%となっています1990年の配当金が7.5円で2021年の108円まで30年以上減廃していませんそして2013年以降は連続して増配となっています2022年の予想が110円ですので 予想通りであれば、非減廃の記録だけでなく、連続増配の記録を10年に伸ばすことになります。株の主体はありません。配当利回りの1.9%が総合利回りとなります。4551の鳥医薬品。JT グループの製薬会社です。人工透析やアレルギー関連を手掛けています。事業内容は医薬品、インダストリアル機器。 HCR 機器ファブリックホームケアケミカルとなっています売上が多いのは医薬品で全体の100%を占めています最近の高値は1月15日の3370円です現在は高値からマイナス26%マイナス889円の2481円となっています安値は5月13日の2401円で 安値から見るとプラス 3%80 円上がっている状況です。財務についてはかなり安心できる自己資本比率90%、流動比率873%となっています。営業キャッシュフローマージン比率はマイナス8.3%と残念な状況です。利益率は良くて営業利益率11.4%、純利益率8.4%となっています。そして ROE3% ROA2.7% とお金を稼ぐ力はそこまで高くないです利益率は高くて良いのですが売上の割合が低めです前年の配当金は48円で配当成功が39%でした今回の予想は48円で利回りが1.9%となっています1994年の15円から2020年の48円までの28年間減廃していません そして、二千二十一年の予想通り、四十八円であれば、非減配の記録を二十九年に伸ばす見込みです。株の集待はありません。配当利回りの一点九パーセントが総合利回りとなります。今回は、長期間減配していない非減配銘柄の中で、自己資本比率が高めで、財務が安定している。日産化学工業、マックス、日本火薬。 塩の義製薬鳥居薬品を紹介しました。今回の動画は以上です。次回もお楽しみに。バイバイ